どうしようかな。戦うか。やるか。もうディアはないぜ。OK。いい感じ。でも経験値もたまったかなって感じはある。もう一段のレベルアップも近いでしょこれ。ほんまにでもあれやね、こういうその昔のゲームをやってると、そのいかに新しめのロープレが楽させてくれてるかっていうのが本当に分かりますよね。まあ一番僕最近やったファイナルファンタジーは10なんですよ。10をプレイしたんですけど、でも全然違うもん。親切さがもう全然違うから。現状今4人の決まりがずっといる状態ですから、4決まりですよ。4決まりでずっと生かされてる状態やから、それは辛いでしょうよ。決まりも辛いし、それは決まりの気持ちになっても。チーフに一発入れとくか。わあ、一撃粉砕。チーフ狙うか、こういっとこうかな。よいしょ。もうほんま戦士の決まり、文句の決まり、白魔道士の決まり、黒魔道士の決まり。すごい不便を強いられてる。本当にすごい不便を強いられるからね。強いの出てくるな。ちょ調子乗っとんな、ほら。なんかちょっと強めで出てきてない？雑魚。ちょっと調子乗られてる感じがあるな。甘いんだよ。えい。お金稼ぎさせてもらいますで。こう。こう。こう。頼むぞ、ジャッキー、とどめさせよ。ジャッキー、とどめさせよ。よろしく。よし、ナイス。もう一丁。で、こっち。いけ。よし。いけ、いけ。ふぅー。よいしょ。いやー強くなったなー。言うて強くなったなー。まあほぼもう勇者さんの一人舞台ですけど、勇者さんがどんだけ行動できるかにかかってる。ヘイスト欲しいですね。ヘイストを常に勇者にかけて、こう戦況を有利に行きたいですね。攻撃回数が増えるっていう書いてあったんで、ただその意味はよくわからないです。攻撃回数が増えるの意味はいまいちよくわからないですけど、2回ヒットとかしやすくなるってことなのかな、それとも単純に2回行動するってことなのか、買ってみないとなんとも。よっしゃ、到着。まずは宿屋行っとくかい。
いやー、持って帰ってきたぞ、俺ら。よーし、持って帰ってきたぞ、俺ら。起きろ、俺ら。叩き起こしますよ。いつまで寝とんじゃ、俺ら。ゾイドの曲。おら、すやすや。ここじゃない。あっちの城か。あっちの城か。めんどくせえな。めんどくせえな。ちょっと待って、ちょっと待って。魔法買おう。ポーション、まあいいか。よいしょ。魔法購入しましょう。あ、待って待って。荒れ地のでヘイスト購入しましょうか。オッケー。ちょっと戦っていくよ。言うてやれるから。わあ、めっちゃ使えるようになってるわ。カズもヘイストが2回いけんねや。4段階目2回いけるやん。ポイゾナも買おうかな。ここは重要魔法ポイゾナ。もうすぐ貯まるやんね、金。買っとこっかな。1個買うだけでだいぶ軽減できると思うんやけど。すぅ、弱え。緑の方が強いのか。結構種類多いんで分かんなくなりますね。その序列が後ろのやつが強いってわけでもないから、後ろにおるやつが強いというわけでもないから。オッケー、強っ、超強え。えいえい、早くレベル上がらんかな。次の段階が見たいな。 HP の上がり幅がちょっと減ってるんすよね。僕の想定ではもう1000は超えててほしかったんですけど、序盤の急成長が一点ちょっともう急に成長が止まったから。出た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 。いよいよ最強魔法ポイゾナが手に入る時が来た。くうくう、ファイヤー効かね。寒い感じかなこいつは。オッケー、よし、オッケーオッケーオッケー。いや、僕の見積もりではもう完全に序盤のあの勢いやったらという、もう反比例のグラフでもうガンガン登っていくと思ってたんで、全然やし。ただいまー。ふわふわふわ、バカな奴らよ。わしこそダークエルフの王、アストスだ。そのクラウンとわしの持つこの水晶の目があれば、わしは真の妖精王になれる。さあよこせ。ちっちゃ、ほっそ。いやいや、もう一回言いましょうか。腕細い、ほっそりしてる。確実に勝つ。
こいつマジでイラつかせやがるぜ。なんやねん。アディア聞くかな、試してみるか。あかん、でもデクノボ決まりが3人残った。聞かへん聞かへん。ラスロウ、誰がラスローやねん。俺ジャッキーやぞ。誰やねんラスローって。俺鉄郎みたいな言うな。おら1ダメージ。でもアレチノに頑張ってもらうしかない。ヘイストかけとる、ヘイストかけとる。何をヘイストすることがあるんじゃこら。スロー、アレチノを守ろう。やばい、魔法がめっちゃやばい。スローは効果がなかった、バカな。え、ドゥルドゥル、アレチのファイラー、しゃあない、これしゃあない。アレチのブリザード、これしゃあない。サイレス効かんかな。くー効かん。あー負けイベントやろ、負けイベントやろ。これぶん殴る。ダクネス、アグネス、つえー。いや準備さえしてたらいけたわ。準備準備準備さえいけたらいけたわ。クソがクソが。おお、わかった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 。ちょっと魔法、ヘイストはもう一回買うでしょ。全部ジャキーのせい、全部ジャキーとデスのせいやから。ヘイスト買うでしょ。白白4ちょっと見ていこうかな。ポイゾナ以外何があるのっていうやつね。ポイゾナ、フィア、バコルド、ボキャル、わからんな。バコルドはわかるけど、サンダーっぽいのがダッシーンってめっちゃ食らってたから、バサンダを、バサンダって今持ってたっけ。バサンダをちょっと買いに行こうかな。え、っていうか今気づいたんですけど、白魔法3つ、枠3つなんや。4つ売ってるけど3つなんや。なるへー、そうやね。僕も思いました、同じこと、全く同じこと思いました。ジャッキーは一番上にセットして即死んでもらおうかなっていう気持ちです。あとバサンダを買いに行こう。ジャッキーはもういらんでしょ。一番まあ対象として来やすいのは一番上やと思うから、ジャッキーはそこで死んでもらおう。ジャキーがまずおとりになって、ピッコロさんですよね言ったら。おとりになってもらって、アレチノと勇者さんで攻めるというスタイルでいきますか。でその間にソノちゃんになるべくバサンダーとプロテスト入れてもらって頑張ってもらうと。それでいこう。ジャキーの方はもう振り向かないようにしましょうか、できれば。多分チラッと見とるんで、今も視線感じますけども、見ないようにしましょう。これ言ってるとき聞こえてると思うんですよ。この今の会話多分聞かれてると思うんで、なんかあんま顔合わせたくないっていうか、いるときはね、おるときはまあ仲間として扱っていこうかなっていう
よし。その装備を外し始めてからが本番ということなので、ジャッキーはそもそもね、もう一個ぐらいレベル上がったら一回また外す三段やってみようかな。ファイラ、アレチのファイラー、よっしゃ。で、あと、荒地のに、ブリザラを、買うわ。打てる回数の問題があるので、レベル4魔法を買って、それでいいんじゃないかな。すごいな、この時代でもう魔法選択制なんですよね。バサンダ買いましょう。じゃあバサンダ購入。どうなんすかね、その勇者の攻撃がどれぐらい入るかですよ。正味ちょっとわからんところですね。ここに関してはストライ攻撃アップやったと思うんですよ。ダクネスが暗闇ね。でもなんか俺が見たサイトにはストライは攻撃アップやけどバグのせいで効果が出ないって書いてあったんですよ。俺が見たサイトには確かストライとなんかもう一個ちょっと名前忘れたんですけど、はい、もちろんジャッキーに手袋買います。もう一個なんか書いてあったと思うんですけど、ストライとホニャホニャに関しては実際は効果が出ていないみたいな、よくあるパターンなんですけど、これあのレトロゲームあるあるですね。誰が持つんだい、誰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 が死ぬんだい、誰がデスを受けるんだい。あ、ジャッキーもう持っとる、奪い取っとるわ。ソノちゃんや、ソノちゃんに、オッケー、よいしょ。もしかしたら修正されてるのかもしれないですね、オリジナルバージョン以外では。でもこのゲーム今やってんのオリジナルバージョンなんで、ほぼ確実に修正されてないと思いますんで、多分まあ勝っても意味はないかなっていう。はい、ストライト何たらって書いてたと思う。何かそれ忘れました。またちょっと調べときます。魔法の効果だけはまず調べないと意味わかんないんで、わからないものにぶち当たったら自分で調べるというスタイルで今のところ言っております。ドゥンバ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 、パイレーツ、まあでもヘイストの方が重要か。ヘイストは一発打つのはもう間違いなく打つ。向こうもなんか自分にヘイストやっとったからな。ヘイストやっとったっすよね。うっとしいな。スローやっても効かんかったし。何買おっかな。なんか何買おうかな、買うか買わんかも含めてなんですけど、数がすんごい。ファイラで焼き尽くす。開幕ですなんやろね。まあ城の手前で一回テント張りますわ。性的な意味じゃなく、セーブをしますわ。それでこう再戦しやすいようにして。デスはもう運ゲーやろ多分。デスは運ゲーやと思うんで、し、行こうか、行きますわ。買わず突っ込む。どうせヘイスト使うし。
フン。弱いくせに腹立つなこいつ。ナイス。そのちゃんの杖が吠えるぜ。そのちゃんも一個使えるようになってっし、まあまあまあいいや、いいやいいや、今の状態でいこう。いやデスさえ食らわんかったらやれたかもしれんやん。デスが余計すぎたマジで。あとはただ魔法ダメージっすよね。どえらいもん食らってたんで、あれをどんだけ軽減できるかやな。プロテスよりも優先した方が良さそう。魔法対策。OK。OK。楽しいなあ、あいつ。あいつ楽しいっすね。やりがいあるわ。やりがいがあるじゃない。いやまさかね、ボス戦にいきなりなると思ってなかったから、ちょっと不意をつかれましたね。ちょっと今日疲れましたね。うわー、レベル上がった。上げ幅が下がったな。まあいいけど、数が多い。ファイラ使いたいよー。こんなファイラ使いたい敵おる？ここまでファイラ使いたい敵がかつていましたかね。ファイラ使いたいよー。あー、ミスった。ウルフウォーグ、ウルフウルフウルフ。順番待たんといきいな。もう何を順番待ってんのよ。ウルフの順番を待つんじゃない。そう、割り込んで割り込んで。そうそうそう、割り込め割り込め。よっしゃよっしゃ。いやデスがきつい、デスがきついから、ジャキーを前面に押し出すスタイルで。なんやったらジャッキーのお腹ぐらいに的書いといてもいいと思ってる。ラッキーストライク的な。まずはテントをここで張る。よし、セーブします。そして秘策、ジャッキー返し。秘技、ジャッキー返しを投入。おっしゃ、ごいやー。なんでこの音鳴ってんねん。倒してから鳴らす音やろ、あれ。ヒギ、ジャキー返しを投入しました。これで、あ、バサンダ全体入るんや。え？全体入るんか、ラッキーやな、これは。これは強いね。ヘイスト。よしよしよし、攻撃が入る。素早くなった。デスをやらない？よーし、バサンダが入りまして、トリートメント入れていく。そして次はプロテス、トリートメントを存分に。いい、ヘイストで何が変化してるのか全く分からない。ジャキー、かわした。ジャキー、かわさんでもええのに。ジャキー、すごい。ジャキーがここに来て覚醒。やってやる。あっ、あっさり。準備してたらこんなもんよ。ジャキーがレベルアップ。俺もやりましたと言わんばかりのレベルアップ。
何にも何にもや。これで起きとるパターンのやつやね。おいジャッキー、お前どこ歩いてんの。お前変わるよ。俺はどこ歩いとんの。よし、そしてちょっとステータス確認して、ウェポン21、命中率32、武器を外してみるか。ウェポン20、命中率32。おお、来た来た来た。もうちょいや。次のレベルアップでついに鉄ヌンチャクを抜かす感じですね。よし、オッケー。さあ、ほんで鍵開けてもらおう。さあ行くぞ。やっと鍵開くで。これなんぼほど鍵閉まってんねん。これあそこも閉まってたとこやからさ、ちょっと開けないと。ファイラーを存分にファイラーを。おっしゃー、やったー。そのさんもレベルアップ。遠いなーほんまこれ。でもね、宝物庫とかめっちゃ開けれるから、なんかいろいろ入ってんちゃうの。いろいろ入れてくれてはりますんちゃうの。張り前橋やこれ。ちょっと楽しみやな。しょうもないもん入れとったらほんまエルフの王子しばかなあかん。ガムのカスとかさ、カエルがピュって空気のあのピュって押したらカエルがピョンって飛ぶおもちゃとか入れとったらほんましばかなあかん。寝る前に入れとるやつやからしょうもないもんかもしれんっていうリスクがあんのよね。寝る前に入れとるやつやから、もう腐ってるとかもあるかもしれんしな。もし生ガキとか入れとったら悲惨っすよほんま。明日食べよう思てみたいな、それ系がクランキー半分とかもう最悪やん。食うけどね、まあ白なったっても食うけども、一応食うて。おい、まだ寝てんのかよ。おい、やってきたから、やってきたから。今寝とんのは呪いじゃないから。これ二度寝や多分これ。お前も気づいてんやろこら。王子はアストスの呪いでもう5年も眠ったままなのだ。何か眠りを覚ます良い薬はないものか。あん、あ、水晶の銘を渡しに行かなあかんねんや。こいつほんま時間かかるわ。わかったわかった、行ってこ。え、ちょっともう目覚めてると思いますよ。実際は呪い消えてんねんもん。もうたぬき寝入りでしょあんなもん。スマホ買うわ。ブリザラを買おうかな。3000円級の。雑魚を倒しやすくしていく。とにかくね。アレチノでブリザラ。オッケー。で、魔女のところ行きましょう。叩き起こしてるからなほんま。叩き起こしてやるぜ。ビッグアイ。ジャッキーはでも未だやっぱり役には立たないっすね。俺は見てましたからね、あのジャッキーのこと。皆さんはそのデスをかわしたことを称えておられますけど、俺は見てましたよ。デスかわした後攻撃、確かに攻撃はしとったのはしとったですけど、11っていう数字見てましたからね。何も成長していない1って
こんだけやってきて、物理キャラとしてね、生を受け、こんだけやってきて1点いや、さすがにあかんでしょ。でさあ、あー聞いてね、ここはサンダラなんやろな、サンダラもまた買いましょう。デス交わしただけで仕事したと思ってもらったら困るっすよね、ほんまに。ジャッキーは結構ドヤ顔しとったっすよ、なんかやりましたよねみたいな、なんかその役立ちましたよねみたいな感じで、なんかその打ち上げに参加しとったんすよ。いやお前なって言って、その激切れされてましたもん、それで浮かれて上司に。そのいやまああれは確かに良かったけど、あれで仕事した思ったらあかんでってめっちゃ言われてましたもんね。そりゃそうなんですよ、やっぱそりゃそうなんですよ。言うて売り上げは全く上げてないから、ちょっと俺もやりましたみたいな感じで打ち上げに参加しとった。めんどくせえなゴブリン、こういうなんか弱い敵が出てこなくなるトヘロス的なものないのかな。ただまあ見といてくださいよみたいな感じで最後ちょっと生きりよったんで、まあ、これからの成長に期待っすわ。いや見といてくださいって泣きながら言うとったんで、その後行ったスーパー銭湯の風呂で泣きながら僕に言うとったんです、この後見といてください、絶対見といてくださいと。分かった、これやったら分かった、見させてもらうわと一応伝えましたけど、しゃあ強っ、さあついたな、さあついたな、おいひどい差ついたな、ほんまめちゃめちゃ差ついた。だからジャッキーが最初いじめとった荒地のがもうすごい活躍ですもんね、今となっては。